どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、こちらの特典。じゃじゃん。SFC、スーパーフライアーズカードの特典の一つである、えー、IHG ホテル特典っていうのをね、えー、今回ね、紹介していきたいなと思います。まあ、こちらね、知ってる方、あのー、知ってるけど利用したことない方、まあ、 様々だと思うんですけども、まあ実際にまあどんな特典があって、まあどんな感じで利用するのかっていうのをね、あのー、紹介できたらなと思っております。この SFC っていうのは何だっていう方もね、まあ中にはいらっしゃると思いますので、まあ一応ね、解説させていただくと、えー、スーパーフライヤーズカード、まあここに、スーパーフライヤーズカードって入ってますよね。 ちょっとピンが甘くてすいませんね入ってると思うんですけども、まあ、こちらはですね、えー、あの1年間に ANA の飛行機に乗って、えー、ANA のねプレミアムポイントっていうのをね 5,、えー、5万ポイント貯めると、まあ、初めてね、えー、ANA のプラチナ会員になれるんですよねでこのプラチナ会員になれると <laughs> SFC のねスーパーフライヤーズカードっていうのに、まあ、入会できて まあそうすることによって、まあ年会費をね、まあクレジットカードを年会費更新するだけで、えー、永久的にね、ANA の上級会員でいられるっていうのがね、このスーパーフライヤーズカードなんですよね。まあこの、そのスーパーフライヤーズになるためのルートとかね、えー、プレミアムポイントの計算方法みたいなのね、まあこの動画の概要欄に詳しく解説してる動画ね、あの、添付しておきますんで、そちらね、見ていただけたらなと思います。で、この SFC 会員になると、まあこの、 IHG ホテルグループで、ま、特典が受けられるっていう感じなんですよね。まあ、この IHG グループってどのホテルグループかっていうと、え、インターコンチネンタルホテルとか、え、ホリデーインとかね、え、クラウンプラザホテルとかね、まあ、ここら辺が対象っていう感じなんですよね。で、この SFC 会員の特典なんですけども、まずウェルカムドリンク、宿泊費用ベスト、フレキシブル料金から10%オフ、 えー、レストラン利用時10%オフ、えー、朝食無料っていう感じでね、えー、利用できます。で、この中でもですね、まあ、個人的なんですけども、やはりね、一番大きい特典はですね、この朝食無料サービスなんですよね。で、私はこのスーパーフライヤーズカードを、まあ、保有していて、で、あのー、家族カードとしてね、まあ、奥さんも持ってるわけなんですよね。で、あのー、スーパーフライヤーズカードのね、 特典でもあるこの家族カードっていうのはまあすごい特典なんですよね。まあ、本会員の私が SFC 修行しただけで家族カードもですねあのスーパーフライヤーズ特典がね、まあ、受けられるということで、まあ、この特典もこのホテル特典もですね一緒に受けられてしまうんですよね。 ですんで、IHG ホテルグループで妻を連れてね、あの宿泊した際は、私も朝食は無料になりますし、まあ、奥さんも朝食が無料になる。まあ、先ほどのウェルカムドリンクも私ももらえるし、奥さんももらえるみたいなね。まあ、そういう特典がもらえるんですよね。 やはりですね、このホテルの朝食特典っていうのはやっぱり大きくて、ホテルの朝食ってやっぱり高いじゃないですか。で、先日ね、あの、昨年の終わりぐらいに、えー、石川県のね、金沢市の、えー、ホリデーイン、金沢に、えー、宿泊させていただいたんですけども、そこのね、あの、ホリデーインっていうグループ自体はですね、あの、この IHG グループの中でも、えー、下の方のね、クラスのホテルなんですけども、ちゃんと朝食無料もいただけましたし、 ウェルカムドリンクとかもいただけたんですよね。で、もちろん、あの、宿泊費のね、10パーオフとかも利用できて、で、あの、石川県のね、金沢駅のそばのこのホテルなんですけども、やはりあの、石川県ということで、やはり海の幸が豊富ですよね。で、あの、朝食はね、ブッフェ形式でまあ利用できるんですけども、その朝からですね、えー、お刺身が結構な種類、7、8種類ね、ずっとブッフェ形式でね、出てくるんですよね。これすごいね、 利用してびっくりしたんですよね。まあ、ブッフェっていうことなんで、もう本当に好きなだけ。 利用できるっていうねこれもねすごいあの利用してね本当にすごかったなと思うんですよねこの料金がねだいたい1人2500円から3000円ぐらいだったんで、まあ、私そこで3泊させていただいたんですけどもやっぱりそれだけでもですね、まあ、1人30002500円から3000円ぐらいのはね、まあ、3, 3日間分ね、まあ、利用できたっていうねかなり得点としては大きいですよね、まあ、それが2人分になったら本当に1万超えてくる得点になりますもんねで次にですね この SFC 会員の特典っていうのを、まあ、今回の動画でまあ話してるんですけども、まあ、この IHG グループのね、ホテル特典っていうのは、まあ、実はね、これスーパーフライヤーズカードだけではなくて、ANA のね、マイレージ会員とかね、まあ、あの、スーパーフライヤーズカードじゃない方もね、あの、特典受けられるんですよね。これね、結構知られていかない方多いと思うんですけども、まず ANA のマイレージ会員が、えー、資格費5%オフっていうのが利用できます。 プラス、ANA ゴールド会員プラ、プレミアム会員はですね、朝食無料プラス、ウェルカムドリンクはいただけるんですよね。で、プラチナ会員が5%オフで、ダイヤモンド会員は10%オフっていう風になってるんですよね。まあ今言ったね、ANA ゴールド会員でも、この朝食プラス、ウェルカムドリンクって利用できるんですよ。 ですんで、IHG グループのね、ホテル特典の朝食無料って、まあ、実はっていうわけじゃないんですけども、スーパーフライヤーズ会員でなくてもですね、この朝食無料って受けられるんですよね。ですんで、まあこの点だけはね、あのー、結構知られてないので、もしね、このスーパーフライヤーズカードじゃなくても、a n l ね、ゴールドカードを持っている方はですね、ぜひね、一度利用してみてはいかがでしょうか。えー、結構ね、いいホテル滞在ができると思います。 えー、次にですね、こちら対象のホテルですね。ちょっと一覧にして、ここら辺に出しておきますけども、えー、っとね、注意していただきたいのは、日本国内の対象ホテルだけなんですよね。ですんで、えー、海外ホテルはもうすべて対象外です。ですので、この特典を受けたいっていう方は、まあ、国内っていうふうになります。で、その中でも、インターコンチネンタルホテル横浜、あとホリデイインナンバーは対象外っていうふうになっておりますんで、その点もね、注意していただけたらなと、 思いますで次に SFC プランのね、まあ、予約方法なんですけどもこの IHG ホテルグループっていうのは本当に分かりづらくてあれなんですけども IHG グループの予約サイトと IHGANA サイトっていうね2つ分かれてるんですよね。これね本当に統合してほしいですよね。 これなんでかは全然分からないんですけども分かりやすいためにまあこうしてるのかもしれないんですけどもこの IHG ホテルでね、まあ、予約する IHGANA サイトでね、まあ、予約しても、まあ、こちらの特典はね、まあ、受けられるんですけども、まあ、これね分かりづらいんでね統合してほしいですよね IHG ホテルでねあの予約した際はねまた別途ねあのこのスーパーフレーズ特典をね自分から申しなきゃいけなかったりしますんでね 予約方法を、ね、簡単に解説していいいきたいと思いますまず ANAIHG ホテルグループのサイトの場合ですねこちらトップ画面とかの、ね、画面をここに出しておきますのでこちらね参照していただければなと思うんですけどもまずねあのトップ画面のおすすめの 宿泊プランっていう中に、えー、右上の方にね、ANA、えー、会員割引プランっていうのがあります。まずね、ここから行った方が分かりやすいですね。で、次のページに行くと、ANA スーパーフレーズ会員っていう料金のね、一覧がですね、ちょっと下の方スクロールしていただけるとありますんで、まあそこでね、 えー、プラン予約みたいな感じでね、右側の方をね、えー、クリックしていただけると、えー、そのホテルのサイトに行くことができます。まあそうするとですね、ホテルの、ね、方の、えー、予約画面に行くと、えー、こんな感じでね、あの特典も、えー、見れるようになっております。ですのでまあこれを見てね、あの特典確認していただいて、まあ予約するっていう感じになります。まあこれがね、IHGANA サイトの予約方法っていうふうになります。 次にね、IHG ホテルのサイトの予約の場合ですね、こちらトップ画面ね、こんな感じになってまして、本当に何にもないですよね。あ何にもないというか、ANA、まあの, AN の、ね、文字は全くないですよね。ですので、まあ、こちらでは目的地と日付を入れて、まあ、検索していただくっていう感じですね。そうすると、まあ、ホテルがバーッと出てきて、ホテルを選択すると、 えー、その対象ホテルの、えー、料金が出てきますそうするとですねベッドの種類がね出てきますよね、まあ、こちらで、えー、選択していただくと次の画面でですね、えー、事前購入料金とベストフレックス料金っていう2つが出てきますよね、えー、こちらで、えー、上の料金は、えー、事前購入っていうことでもう全部ね、えー、その場で払い討し負荷でね、えー、予約が完了っていう感じになりますですけどもこっち予約しちゃダメですからね この SFC 会員の特典を受けるためにはですね、この下のちょっと高いベストフレックス料金じゃないと、この特典っていうのは受けられないことになっておりますんで、こちらね、気をつけてくださいね。特に IHG ホテルのサイトで予約する場合はですね、ベストフレックス料金から10%オフっていうふうになりますんで、その点だけはね、間違えないようにしてください。で、右側の方にですね、この IHG ホテルの メンバーシップのね、ポイント購入の画面も一緒に出てると思うんですけども、これもね、選択すると、特定受けられなくなってしまいますんで、こちらもね、利用しないようにしてくださいね。いかがだったでしょうか今回は SFC スーパーフライヤーズカードのホテル特典の IHG ホテルの特典をね、紹介させていただきましたけども、こちらね、 最後に注意事項としてホテルの予約ってまあいろんなところからホテル予約ってできるじゃないですかまあエクスペディアとかまあホテルズドットコムとかねまあそういういろんなところからホテル予約できると思いますけどもこのスーパーフライズ会員のね特典を受けるには本日紹介したね ANA IHG ホテルサイトと IHG ホテルねサイトしかこの特典は受けられませんのであの経由してホテル予約みたいな感じで予約してしまうと特典は全く受けられなくなってしまいます 思いますすんでねその点も合わ、えー、せてて注意していいたただけたらなと思いますまあこれねスーパーフライヤーズカードを持っているだけでまあ、こんだけの得点が受けられるっていうのはね、えー、かなりすごいですよねですのでもしねホテルステータスを持ってない方はね特に、えー、旅行行かれるっていう時はですねちょっと一回ねあのー、こちらもあの検討にいただ、えー、入れていただければなと思います。 あの旅行がね、長期化すればするほど、この朝食無料特典というのはね、かなり効いてきますんでね、検討材料のね、一つにしていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。